名古屋から福井までの最短ルート、そんな道路が最近開通しました。まあ、どんなルートなのか見ていきましょう。名古屋から福井というか北陸方面へ行く際、皆さんはどのルートを使いますか？おそらく大半は米原経由北陸自動車道かと思います。まあ、富山地区であれば東海北陸道もあります。ただ、金沢あたりなら北陸道がメインですね。一方、そうではない人もいるみたいです。ウプ主のおっさん、動機について。本当なら高速が楽なんだけど、ゴールデンウィークで休日割引がなく、腹が立った。と供述していました。そんなおっさんに朗報ですね。新しいルートができました。これまでだと、郡上市を通って中部縦貫道で行くルート、もしくは国道8号のルートでした。ただ、いずれも問題がありますね。ウプ主のおっさん、こう述べていました。いずれも信号が多い。課金しないと厳しいな。そんな中でできた今回のルート、実際に見ていきましょう。まず、岐阜県揖斐川町までのルートです。この辺は、複数のルートがあります。一番早いのは、国道22号と21号を経由するところかと思います。まずは、22号、名機バイパスと呼ばれています。上には名古屋高速がありますね。ただ、貧乏なおっさんには手が届きません。しかも、休日割引もない部分ですね。完全に定価オンリーなので、コスパ的にも厳しいとのことです。一方、下を走る道路についての感想として。信号が多くて時間がかかるなぁ。片側3車線あるため、渋滞は比較的少ない印象です。ただ、信号交差点が多く、ストップアンドゴーが多い感じです。続いて21号です。義大バイパスというネーミングになっています。感想については。信号もっと多い。同じく、平面区間は片側3車線区間が多いです。ただ、交差点が多いところがネックですね。この区間は名神高速道路から離れています。課金するという選択肢すらありません。将来的な姿について岐阜県は、岐阜南部横断ハイウェイとして部分立体にする予定です。地域高規格道路岐阜南部横断ハイウェイという計画があります。将来的にはある程度レベルアップさせる予定のようです。ただ、その気配も現時点では見えていません。当面はちょっと残念な国道のままになりそうです。さて、あとは川沿いを走って揖斐川町へ向かいます。この区間はスムーズです。高速いらないレベルといったところでしょうか。そして、徐々に山奥へと進んでいきます。急カーブが連続するところもあります。ただ、県境付近に近づくと、めっちゃハイスペックです。なだらかなカーブが続きます。最近開通したところというのが、岐阜県と福井県の県境付近ですね。現場は、国道417号、冠山峠道路というところです。国道そのものは、岐阜県揖斐川町から福井県池田町までをつなぐ道路です。ただ、こんな疑問が出てくるかもしれません。おい、なんで最近になって作ったんだよ。どんな事情があるのか、少し見ていきましょう。それは、今から約30年前のことでした。岐阜県と福井県、こんなことを言いました。おい、なんだよこの国道。もっとまともな道路欲しいな。国道417号はありましたが、県境付近で分断されていました。間には林道がありましたが、まあ、一般ピープルは使うところではないですね。よって、正式な道路が欲しいと国にリクエストしました。道路網の計画としては比較的スムーズでした。2003年、国は返答しました。うん、いいよ。ほんならバイパス作ってやる。そして事業化しました。ただ、開通までには20年かかりました。理由について国は、国土近い長いトンネル掘るの大変だった。冠山峠の下を通るトンネルを掘りました。全長は4834メートルあります。一般道路かつ無料のトンネルとしては国内第6位の長さみたいです。それでも2023年11月、無事に開通しました。地元の人たちは、冬でも通れるなんてありがたすぎる。それまでの林道、冬季は通行止めでした。冬になると岐阜と福井の行き来がバンされていたのです。新しいトンネルの開通で年中無休になりました。そしてこんな希望も持っています。北陸新幹線ができた。
これで観光的にイケイケになれるぞ。当初、沿線の自治体は2022年度の開通を求めていました。北陸新幹線の敦賀延伸に合わせた開通を求めていた感じです。ただ、2023年に遅れましたね。一方、北陸新幹線も同じく遅れました。少し前は2022年度末との予定になっていました。最終的には2024年3月の開業となりました。よって、新幹線より前に開通することができたわけです。この点では合格と言えます。そして、道路ができるとどうなるでしょうか。移動の面でかなり利便性がアップします。となれば観光客がやってくる可能性が上がりますね。新幹線ができたきっかけとして他県から人がやってくる、そんな感じです。途中の道の駅など実際に効果が出たとのことです。具体的に言うと、来場者数が 1.5 倍に増えたぞ。途中で休憩する人たちでしょうか、来場者数が増えました。地域経済的にメリットなのは間違いありません。そしてここからは例の件です。鉄道が値上げと不便になった点ですね。その結果こんな人が出てくるかもしれません。電車は高いし不便だから車で行こう、でも高速も高いから下道で行くぞ。となればルートとして候補に上がるのは冠山峠経由ですね。名古屋福井間の所要時間約3時間半です。皆さんもぜひトライしてみてくださいね。さて、その先の部分は山道が続きます。やがて平坦なエリアに出てきます。市街地に入るとやや信号交差点が多くなります。とはいえ愛知、岐阜ほどではないですね。全体的に見ても国道8号などに比べると大幅にスムーズなのが確かです。急なカーブは確かに多く、山道なのは否定できません。それでも加減速がない点はメリットかと思います。県境付近に限ってはさらに直線的です。使い勝手がいいと言えますね。ただ当初と比べるとやや衰退している感じもあるみたいです。冠山峠道路を事業化した2000年代国は述べていました。1日3000台くらい走る予定だな。ただ実際には1日あたり800台程度とのことです。計画交通量も現在は1800台とされています。将来的にもこれくらいが上限になる見通しというわけです。人口減少というものですね。岐阜県及び福井県の山間部の人口が減った結果、交通量も減るわけです。一方、通過する人は多いかというと、そういうことですね。トンネルなど心の中で思っているかもしれません。名古屋福井間ルートとか言ってるの、うぷぬしのおっさんだけや。トンネルが喋るわけありません。ただ、広域ルートとして使う人は稀ですね。普通の人たちであれば、北陸道と名神を使いますね。ただ、うぷ主のおっさん、それについて述べていました。一宮福井間3950円、残業代2時間分くらいか。スタバ6杯分くらいでしょうか。わけのわからない計算がスタートしました。休日割引だと2770円になります。それでもただには勝てないですね。一方、中部縦貫道を経由するルートもあります。中部縦貫道は無料の高速道路です。よって、課金は東海北陸道オンリーになります。一宮から白鳥まで2550円です。ただ、中部縦貫道は一部未開通ですね。とはいえ、おっさん。まあ、これくらいなら別にいいか。国道158号、未開通区間は比較的スムーズです。九頭竜国間の約20キロを残すのみとなっています。途中の信号もゼロですね。よって今後はこちらが候補になりそうです。さて、ドライブというものは大変疲れます。疲労度合いについておっさん。北陸道1とすると東海北陸プラス中部縦貫で2 41755 8号線、7と述べていました。全然イメージがつかないですね。とにかく北陸道経由が一番楽、そう言いたいみたいです。皆さんはどのルートが好みですか？ちなみに鉄道に関してもレベルで分けてみました。以前の白鷺1、青春18切符5、敦賀乗り換え新幹線不明。乗ったことがないので知らんとのことです。そのうち発表しますね。なお、すでに体験済みの視聴者様がいらっしゃいましたらお声掛けくださいね。
ここまで、名古屋福井間の最短ルートについてでした。最後のコメントとしておっさん。冠山峠トンネルの開通で、冠無料言って、料金も無料。